ボツワナと北朝鮮の関係とは、ボツワナと朝鮮民主主義人民共和国の間における、現在の関係及び歴史的な関係を指す。どちらの国も相手国の首都にある大使館を維持しておらず、また、2014年に外交関係が断絶されて、以来はいかなる形態の外交関係も保たれていない。冷戦中の1974年11月27日に、 両国の間で外交関係が樹立された。ボツワナの独立を主導したセレッゼカーマ初代大統領は1976年8月の9日から13日にかけて平壌を国賓訪問した。この訪問中、カーマ大統領と大統領夫人は金日政主席と会見して、金主席は大統領夫婦のために宴席を設けた。報道によると、 カーマ大統領はビリヤードで招待国を驚かせたという。遊戯中のある時、かなりひどい状態にあった盤上で弾を横切らせた、そうだ。1980年代前半には、数多くの北朝鮮の格闘技インストラクターが、依頼を受けて、ボツワナ警察に、都市格闘の訓練を施した。この北朝鮮人インストラクターたちは、到着してからまだ日の浅いうちに、ボツワナを離れた。 理由は明白で、巡査たちを上長に対して煽り立てることになり、警察の職権職務において、以前よりも民主的な形態を求めて、上長を説得するよう試みるようになってしまったためである。現代においては、北朝鮮の国営企業万寿大海外開発会社の建設業者が、三人の民族指導者を描いた、ハボローネ市内にある記念像三主張の像を立てた。 この記念像は2005年9月にフェスタスモハエ大統領によって落成式が行われたが現在に至るまで延々と論争の種になっている。また、ボツワナは自国だけでは医療を賄えないとして北朝鮮の医療従事者を雇おうと試みたこともある。2013年、ボツワナ政府は北朝鮮における人権侵害の状況を憂慮して、 北朝鮮との二国間における協力関係を停止した。両国の関係縮小路線は続き、2014年2月20日、朝鮮民主主義人民共和国における人権に関する国連調査委員会の報告書が公表されたのを受けて、北朝鮮との外交関係及び領事関係が完全に断絶された。北朝鮮政府を強く非難すると同時に、ボツワナは、 北朝鮮人民に対する心からの同情を表明した。2014年10月、国際連合のボツワナ常駐代表を務めるチャールズトヘンバニントアーハエに対して、北朝鮮代表団が人種差別的な薄汚い言葉を投げかけたことが報道された。一国の代表を務めるントアーハエを指して、あのクロンボ、東ナシコと言い放ったのである。2015年10月、 韓国を訪問中のボツワナのヤンカーバ大統領は、ソウル市内のホテルで連合ニュースのインタビューに応じ、北朝鮮と断交した理由として、国内での人権蹂躙並びに、近隣諸国に対する威嚇の2点を挙げて、北朝鮮の指導部を表して、石器時代に暮らしているように思えると痛烈に批判した。ありがとうございます。